じゃあ始めます。はい、こんにちは。ライフハッキング JP の堀です。ライフハックライブショー第1回ということで、収録を開始しています。今日は、いきなり初回なんですけれども、豪華なゲストを2人、ご紹介したいと思います。1人目、画面下のところで、表示されてますけれども、こちら、ブログ R スタイルの、倉下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あともう一方、というか、その前にこの、左上の方に、漂ってる地球外生命体、これ何ですか？これはね、マドカマギカのね、キューベイというやつなんですけども、はい、まあ、キューベイくじっていうくじがあったんですよね。はい、キューベイくじ？はい。キューベイのグッズが当たるくじなんですけど、はい、まあ、1回目やったら A 賞が当たりまして、はい、あの、でかいぬいぐるみをゲットしたんです。これは、当たったというか、はい、なんかこう、はい、ねえ、これがついてこられたら嫌なことが待ってるわけですよね。いろいろ。まあいいんじゃないですか。気にしなきゃいけないはずなんですよね。これって。いやー、怖いわ。私は好きですよ、かなり。全くついてけで。全くついてけでない？ほんますみません。ほんますみません。ほんますみません。はい、という声が聞こえてらっしゃるのは、こちらもう一人のゲスト、ハックスフォークリエイティブライフの、北信也さんですね。はい、北です。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今日は、特に今日の冒頭の、話題が、エバーノートに関するものですので、ちょうどエバーノートの、本を書いておられる方みんながお集まりいただけたということで、貴重な意見が聞けるんじゃないかなと思います。その前に、このライフハックライブショーって何のつもりで始めたんですかっていうのが、一つは、Google プラスのハングアウトオンエアって、これが非常に魅力的な機能が発表されましたので、これだったらもう一つ、ポッドキャストのビデオ版、これ昔からやりたかったんですけれども、これを、もう、ハングアウトオンエアを使えば、収録から公開に至るまで、というとか、このゲストの方を呼び集めて、このゲストの方の映像って普通スカイプだったら、こう分かれてるんですよね、それぞれの画面。はいはいはい、それを一つにまとめていくこととかも全自動でやってくれると。で、簡単な編集だったらば YouTube の上でもできるので、そこがもう非常に魅力的で、あ、これもビデオポッドキャストのプラットフォームだな。だったらここで何か毎週のようにこういうコンテンツを作っていったら、なんか面白いことが起きるんじゃないかな。全然確信も何もないですし、ビデオの経験も一切ありません。もう非常に今ドキドキしながらやってるんですけども、なんか多分続けたら面白いことが生まれるんじゃないかなという予感がしてちょっと始めています。ということでちょっとごめん、ゲストの方にも。いきなりね、3日前ぐらいに声をかけてるんですよね、これね。はい。しかも僕、声をかけた段階ではハンガーツオンエアまだ使えてなかった。Google の方にどうなってるんですかって言ってもなしのつぶてで、それで、まあ、1日ぐらい待ったら、使えるようになったので、今日、この、第1回目の収録になっています。そして、この、ライフハックライブショーというふうに名前になってますけど、ライフハックって何ですかって、何ですかね。ライフハックって僕にとっては、自分を変える小さな習慣なんていうことを言いながら、ガジェットだとか IT だとか仕事術だとか自分の好きなことを喋ったりするための、まあ、一つのネタとして、ネタモードとして使ってるところがあります。はいはいはい、倉下さんなんかどうなんですか？こう、まあ、なんかね。っていうブロガーとも言えませんよね、なんかこう。まあ、ライフハックブロガーとして前、招待していただきましたけど、まあ、ライフハックブログではないですよね。ではないですね。ではないですね。ただまあ、ライフハックっていう共通のテーマがあることで、普段私の言うことを聞かへんような人にもちょっと伝えられるかなっていう狙いみたいなのもありますね。そうそう。なんかライフハックがすごいっていうよりも、なんていうかこの話題についてこれる人には親和性が高いですよねっていう、そういうところがありますよね。はい、北さんなんかどうですか？まあ、僕にとってはライフハックはどっちかっていうと、もっとこう、身近な仕事術といいますか、まあ、いろんな、例えば自己啓発の本とかあると思うんですけども、まあ、そういうのってやっぱりちょっとどうやってったらいいかわからんっていうところがあって、ライフハックという情報を発信している人たちって、次何やったらいいかみたいなのを、まあ、具体的にお話ししてくれるじゃないですか。僕は結構そういうところがなんかこう、すごく自分に身近だなっていうのを感じて、まあ、僕もじゃあちょっとそういう自分のやってることっていうのを具体的なやり方で発信していこうっていうので、まあ、そういう意味では一番多分しっくりくるのは身近な仕事術みたいな、多分そういう感覚で、
やっていきましょう。ドラッカーに教えてもらいたくなんかねえよ、みたいな、そういう感じで。お前、億万長者なんかに教えてもらいたくないよっていうな。まあでもありますよね。そういうね、身近な人のアドバイスをこう一つまとめていく。だからなんか、ライフハックってよくこう揶揄されるんですけどね。こういう、はい、何テクニックじゃないかとか、おばあちゃんの知恵袋じゃないか。いや、そうなんですよ。だってもともとくだらないことだと僕なんかも思う。この話、この枠でね、喋ると、通りが良かったり、ああ、ああいうことね、こういう話題について、これが好きなのねっていうことで、みんなが、分かってもらえるっていうのが、とても便利な用語だったりします。ということで、はい、この番組はよく、きっと、Mac の話だとか、iPhone の話だとか、ガジェットの話だとか、文房具の話だとか、たまに仕事術の話なんかが入ってるだろう番組になる予定でございます。楽しみですね、それは。はい、ということで、最初の話題、これは画面の共有、ガンガントエアだと画面の共有などもできるんですけれども、はい、よいしょ。今週のやっぱり一番大きな話題だったのはこちら。あれですね。これを共有できるかな。はい。あれですね。エバーノートが、はい、どんどんと連休中に、新しい、話題を提供してくれました。特にこれ一つ目は、中国向けにインシェン BG っていう名前、発音なんですかね。象って、印象、なんたらき。で、ここ、漢字で書いてるエバーノートの、独立したサービスが、展開され始めてます。これ、なんで中国では独立したサービスなのかって説明としてはもう、米国との回線が遅すぎると。で、クオリティの高い、サービスをやるためには、こちらは、独立したサービスにしなければいけない。もうサーバーも中国に置かなきゃいけないっていうようなことを、言っておられます。あとは、それ以外には、もう一つ、話題になったのが、ペンウルティメイトの買収をしましたね。そのペンウルティメイトの、こちらですね。iPad 用手書きアプリの、ペンウルティメイトを買収したという話です。ペンウルティメイトご、使っておられましたか倉下さんは。ダウンロードはしましたけども、まあ、諦めましたね。はい、諦めました。なんで？いや、やっぱりね、他のノートアプリに比べると、ちょっと機能が弱い点が多いんですよね。単純に手書きで言うと一緒なんですけど、例えば他のやつやったらテキスト、キーボードのテキストを挿入できたりするんですよね。まあ、そんなんいらんっていう人は別にいらんでしょうけども。まあね、そうですね。この中で手書きアプリってちゃんと使えてますって人いらっしゃいます？ちゃんとの定義がちょっとよくわからないですが。いや、手書きって結構熱いじゃないですか。はい、手書きって、それこそ、ね、エバーノートは手書きをそのまま変換することも可能ですし、はいはいはい、そうですね、今、今週ですと僕記事にしましたけれども、エアペンポケット、iOS に対応したりなんかしてて、手書きってすごく熱いように見えるんですけども、まあ、あまり使うポイントってないですか？普段私は、iPad、例えば書籍とかで、図版書いてくださいっていう時に iPad で書きますね。ああ、なるほどね。イラストをペンで書いて、で、文字は私が手書きで書くとすごい汚いんで、テキストで入力して、で、それを、エヴァノートとかどっかに送って、さらにメール、メールで共有みたいな。そっかそっか。それをやりましたね。本を書いていて、即座に挿絵とかの、デッサン送らなきゃいけないときに、パッと手書きで書いて、パッと送るみたいなことはやったことありますね。北さんはそういうことやったことあります？僕は基本的にパワーポイントとか、キーノートで書いてしまった方が早いというか、はい、すぐそれを使っちゃうので、あんまりだから手書きアプリっていうのを使わないというか、そういう場面では使わないですね。どっちかというと本当にお絵描きをしてるというか、なんかなんとなくこう、趣味じゃないな。遊びでしか使わない感じですね。そっか。そうなると、このペンウルティメイトのこの買収の意味って何なんだろうってこう思うわけなんですけどね。何なんでしょうね。でもまあ、将来的にエヴァーノート端末作るんじゃないですか。エヴァーノート端末？エヴァーノートだけの端末。熱いな。それすごい。それ、考えたこともなかったですね。あ、そうですか。なんか俺すごい欲しかったんですけども。で、エヴァノート端末っていうと、アンドロイドみたいなもので、そういうふうに。まあ、そうですね。手書き。通信ができて、ペン、入力があれ、iPad と似ていて、はい、もう、エヴァノートの機能をフルに使うためだけに特化されてる。そういう端末。それはすごい。それは欲しいかも。
でしょ。サクサク動くなら欲しいっすね。そうそうそう。それサクサク動くからこそ、その特別端末なわけですよ。なるほど。で、もうストレージも十分に用意してある、アンドロイドデバイスみたいな感じになっていて、そうですね、もうほとんど手帳みたいな感じで使えるんですね。ああ、いいですね。多分そうでしょうね、きっと。おそらくは。そうか。まあ、あとで、皆さん、ちょっと、やっぱりアンドロイドも含めて、エバーノートはやっぱり今でもちょっと、もっさりっていう感覚ってあるんですかね、そのアプリ自体は。使っていて、いかがですか、ちょっと私は、ベックさん的にはどうなんですか。あ、僕は、最近はでも、まあ、4S にしてからは、結構エバーノート純正アプリしか使わなくなった。うん、今までは結構、あ、そうなんや。そのサードパーティー製といいますか、みんなが使った、はいはい、なんか、まあ、ちょっと安い iPhone アプリみたいなのあるじゃないですか。ああいうのを使ってやってたんですけど、なんか最近はもう純正しか使わなくなって、逆に使わなくなったっていう感じですね。まあ、アプリが1個の方が、まあ、楽は楽やけども。起動するのが、あと、なんか、なんですかね、一番下のダッシュボードみたいなのがあるじゃないですか、iPhone の。はいはいはい。あそこの4つしかアイコン入らないところの1個にもうエヴァノートのアプリを入れてるので、そうすると一番起動しやすいんですよ。はい。エヴァノート。なるほどね。普段使いという意味では、エヴァノートのは、純正アプリしか使わない感じです。なるほど、ね。で、どうでしょう、クラスターさんとかは。いや、俺はとりあえずほとんど使わへんよ、純正は。ああ。純正は逆に使わない。はい。どっちかサードパーティーで済ましますね。まあ、普段は MacBook Air を持ち歩いてて、なんか、ノート見るときはもうほとんど Air から見るんで。ああ、なるほどね。だからちょっと外出先で保存してた地図とか見たい場合は With Ever で検索するし、大げさな探索活動はあんまり iPhone 上でやらへんから。なんかこう、それだったら倉下さんに、こう、あれですよ、Evernote の中の人はコンタクトしなきゃダメですよ。これ純正の何がいけないかっていうことをですね。いや、簡単に言うことは、アプリを起動した瞬間に同期を始めるじゃないですか。はいはい。うん、あれをオンオフできたらいいんですよ。あ、そうです、ね、あ、なるほど。あれ、もたつくときがちょっとイラッとするんですよ。あ、でもね、今回の、この間の、Mac 版のクライアントの、アップデートと、はい、iOS のクライアントのアップデートで、はい、結構早くなった印象が僕にはあるんですよ。確かに。そうですね。はい。一つに登場しましたね。次にお話、なんか話題にしようと思ってたんですけども、カードビューなんかは、スクロールしてった時に全部のサムネイル入れてないんですよね。はい、スクロールした分だけのを読み込んでて、スクロールした先のサムネイルをその場でもう、アドホック的に作って、だから常に後ろで、通信が行われていて、もうその都度サムネイルが作られていると。だから結構その場その場で素早く、表示がされているっていう印象はありました。あと、iOS の方も検索が素晴らしく速くなってて、今まで検索って言ったらね、Mac 版の方も、はい、まず検索ウィンドウにクリックしてからが5秒ぐらい待つっていう印象があったんですけど、そう僕、今回の 3.1 でしたっけ、触った時、はい、まあもう本当にクリックウィン、検索ウィンドウ触った瞬間にすぐ検索ができて、しかももう Google 並みの速さでできたので、おっというふうに、これだったら使えるっていう。試してなかったですね。ちょっと試してみます、検索は。はい。ぜひぜひ。ぜひ。まあ、本当にこれね、中の人が本当にそういうふうに意識してやったのかどうかわかんないんですけれども。というところで、先ほどちょっと話題に出していましたけれども、こちら、エヴァノートの Mac 版 3.1 で、iPad にはもともとあったんですけれども、カードビューが、追加されました。情報カードを萌えな私としましては、これを話題にしないわけにはいかないわけでして、もちろん、こちらにいらっしゃるお二方も多分、情報カード萌えの方はいらっしゃるんじゃないかなと。私は萌えですね。はい。クラスさん萌えですね。クラスさん萌えですよね。はい。まあ、元ネタがどこかっていうと、多分、あちらの。あちらの方ですね。はい。ご存じない方のためにご説明しますと、知的生活系では、大変、有名な、こちらですね。梅沢先生。梅沢太郎先生。お、ちゃんと出てきた。どうし持ってません。持ってません。どうし持ってます。あれこれはもう、前あれれれれれれれ。今で出してるんだ。9名にも反応できなかったし、このどうし9名はいいでしょう、別に。弊社の石井さん持ってます。そうですか。ちょっと僕、諸般の事情で今、
自分の書斎スペースから追いやられて。あらら。何もない寝室スペースで今。この間書斎の記事を上げていらっしゃったような気がしたんですけど。はい。あっちは今があるので、あっちで放送しようとすると、奥さんのテレビの音がすごいいっぱい入るんで。ああ、なるほど。なので今は静かな寝室に来てやっております。ああ、お察し申し上げます。まあ、この梅沢先生の知的生産の、生産の技術っていう、これもう本当に、古典中の古典ですね。この手の、知的生活系の、だと、はい、それだと、ここら辺に、民族学の先生なんですけれども、カードを使って、その都度その都度情報を収集していって、後で、一見つながりがなかった情報につながりが実はあったっていうことを情報カードでやっていくと、そういう、ことが書かれてます。同じような話は、もう一方、よいしょ。今度誰が出てくるんだろう。こちらですね。渡部正一先生。俺、新しい、俺の方が。もう僕、子供の頃から読んでますから、もともと、あれですよね。英語学の教授。で、最近はちょっといろんな、別の言論活動もされてて、最近はちょっと僕、ついていけないんですけれども、ここら辺は渡部先生の本当青春の書ですよね。まだお若い頃。本当僕らぐらいの頃じゃないかな。なんか、やばいね。これは、熱い、学問に、すごい熱い思いが、ほとばしるように書かれた本で、この中にも、ドイツの先生に、こう論文に苦しんでた時に君にちょっと一つ提案をしていいかということでカードボックスを買ってもらって、それでカードの中に一つ一つ研究のネタをこう積もらせていったらものすごくいい論文が書けたという、そういう話題として入ってます。でそれと関連して今回のこのエバーノートのカードビューって僕はもう本当に興奮してるんですけど、これで初めて僕らはノートとノートを並べることができるようになったんですよね、はい、そうですね、はい。黒田さん、これ、カードビュー、使ってみていかがですか？これは。もう、ベータの頃からもう常にこれですね。もう、これ以外のエバーノートはなんか、エバーノートじゃない感じすらしますね。やっぱり情報がこうやって並列して置いてある方が楽しいですか？それに、なんか、やっぱり、ノート、なんですかね、リストで眺めてるよりも、なんかこう、なんですかね、一覧性が高いっていうんですかね。ああ、一瞬で情報入ってきますもんね。いうような感じがしますよね、やっぱり。単位時間あたりに、あ、これとこれとこれがあったんだっていうのがパッと入りますよね。リストよりも、はい。ごめんなさい。倉下さんの方僕全然向いてなくてね、さっきからキューベルを向かって喋ってるんですよ。はい、いやー、すごい存在感だ、これ。すごい存在感だな。北さんはこれ、カードビュー使いました？カードビュー、いや、まだ、使っては見たんですけど、はいはい、まあ、そんなに深くは使っていない状態です。今は今は、うんうん、はい。なるほどね。はい。みんな使い方が違うんだなぁ。はい。そうですね。あんまり並べて使うということを僕はしなかったので、今まで。はい。そっか。ちょっとじゃあ試してみます。了解です。はい。エバーノートと言いますと、今週かな？17日に、急遽、このペンウルティメイトの買収の件だとか、あと、なんだっけ、日本の、ジェネラルマネージャーが、新しく決まったというか、いう話で、はい、急遽フィル・リービン CEO が日本に来て、イベントが行われる予定です。僕は出席しますけれども、北さん行きますか？それとか、倉下さんは、春は？私は遠隔持ちなので、まず取りです。難しいですよね。はい。北さんはどうですか？ちょっと、若干今、ちょっと仕事のカードが読めないので、あれなんですけど、できれば行きたいなと思ってます。ですよね。ちょっと、はい、何が発表されるか。多分、新しいものは何もないとは思うんですけれども、はい、でも、何かあったら、また、この番組の中でも、ご紹介したいと思います。はい。次の話題。ちょっとこれ話が変わるんですけれども、こんな話題があったので、呼び出してみたいと思います。よいしょ。これ賛否両論があって、アップルの新入社員に初日に渡すメッセージ。はい、はいはいはい。これがなんか話題になってましたよね、ネット上で。そうですね。これ。私は知りませんでしたけども。はい。まあ、一部で話題になったんですよね。で、アップルに入社した新入社員の方が最初に渡されるこのカード。まあ、アップルっていうのはいろんなことを違った形でやるんですけれども、こう、新入社員を迎えるときにもなんかちょっと違ったやり方をしていて、この翻訳が、
まあ、仕事。あなたの人生の仕事。自分の指紋を残したり、絶対に妥協したりしない、週末を犠牲にしてでも取り組みたい仕事。これがアップルでできることであると。だからアップルへようこそって、こういうメッセージ。結構これね、やる気がぐわっと出てくるメッセージなんですけれども、一部でこれがですね、これは、いや、さすがアップルだって言ってる人と、この週末を犠牲にしてでも取り組みたいということで、はい、社畜よろしくみたいな、やはりアップルってブラックだったんだっていうふうに言ってる人と2種類いて、非常に興味深いなと思ったんですよね。はい。これ見てどう思います？これ、会社に対してやっぱりこういう、これはどう受け取るべきなのかなって、会社にこう、メッシ暴行しろっていうメッセージで。それとも、いや、そんな細かいこと抜きに、もうやりたくてやりたくて仕方がない仕事があるんだよっていうメッセージを伝えようとしてるのかって。まあ、それも含めてどうなんでしょうね、これによってっていう。うん、正直判断は難しいですよね。あの言葉だけやったら、多分ブラック企業も同じことを言うと思うんですよね。言葉だけだったらね。そう。うん、確かに。結局その、働いてる人が本当に充実感を感じてるとか、給与に満足してるかっていうと、また別の話であって。うん、そうですね。大義名分を掲げるのは簡単なんですよね、まあ。うん。でも、アップルっていう会社は、何か違うものがありそうな感じじゃないですか。あ、確かに。すごく秘密に、なんか世の中を変えてしまうような製品、はいはいはい、そういうのが一丁一丁に、うん、こう、週末を犠牲にしないで、こう、なんか、こう、くじこじだけでできるのかっていう。なんかそう思うと、はいはい、そういう何かに自分をこう、ね、身を任せてみたいっていう感覚に、ちょっとこう、なんかこう、そそるものがあるんですよね。はい、かねるものがありますね。ありますね、やっぱりね。現役サラリーマンとしての、はい、北さんの、僕の、はい、はどうでしょう。いや、すごくその、気持ちはよくわかると言いますか、本当に仕事で面白い時っていうのがあるんですよね。うん、もう、何を投げ打っても、なんか24時間そのことを考えて、なんかすごいこう、今やることなすことがすごく全部うまくいくし、面白いし、みたいな時っていうのがあって、その感覚ってやっぱりすごく大事だなと思って、その時にもう別に僕は24時間働いたっていいし、週末なくったっていいと思うぐらいの時だってあるんですよ。で、まあその感覚っていうのを持って仕事ができること自体は僕は結構幸せなことだと思っていて、やらされるのとは全然違って、自分はそうしたいと思ってやってるわけじゃないですか。で、そういう感覚がここなら得られるよって、アプリのような企業が言ったら怪しいなと思うんですけど、アップって言うと、明らかにだって世界にインパクトを与える製品を与えて出していたりとか、もう iPhone なんてもうすごいじゃないですか、もう。うん、5年前にはあんなものはなくて、今やもう世界中でみんなが iPhone を使ってて、もう5人に1人とか多分それぐらいの割合で世界の人が使ってるようなデバイスなわけですよね。うん、やっぱりそれってすごいことだと思うので、なんか、誰が言うかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、うん、アップルのがああいうカードを渡すって言ったら、アップルが言うんだったら僕は結構、なんか、ブラックとかそういうんじゃなくて、あ、絶対この企業やったらそういうことができるんだ、面白そうだっていうふうに感じるなとは思いました。うん、なるほど。はい。で、実はブラックだったっていうね、なんかそういう話もあるわけで。まあ、ブラックはブラックでしょうけど、でも、うん、まあ何を、その、じゃあ、うん、まあブラックの定義付けがまた難しくなってくるわけですけども。そうそうそう中で働いてる人たちアプルの中だって結局ね、心折れてる人は大勢いるわけですからね。多いね。絶対に。潰された人もいっぱいいるでしょうし。うん、だから、まあそれを思ってブラック、まあでも、その、僕は結構その仕事のにおいて、時間の感覚も忘れてというか、もうすっごいこれ、俺今やりたいんだっていう気持ちで仕事するっていうこと自体はすごく幸せな感覚だなと思います。うん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 、それを社畜って言われることにはちょっと、ひだりを感じるというのは以前ブログに書いたんですけど。なるほど。はい。どうせね、はい、やるからには、こう、はい、錯覚させてほしいっていうのはありますよね。そうですね。ああ、なるほど、ね。やっぱり、やりがいあるんで、どうせ命令を受けてやらなきゃいけないんだから、だから、はい、ね、こうすごくすごいことをやってるんだぞっていうふうに、まあ、実感も持たせてもらえるなら実感も持ちたいものですよね。うん。やっぱね。うん。いや、ちょっとこれ飛んできて、はい、皆さんの反応が面白かったので、話題に取り上げてみました。はい。もうあっという間に20分ぐらい経ってるので、いくつかガジェット系の話を混ぜていきたいなと思うんですけれども、はい、今週、ガジェット系では、ちょっと、面白い話題が一つ飛んできてて、よいしょ。こちら、
画面を共有しますと、これ、ペブルが、10万ドルのキックスターターとして始まっていたこちらのガジェットが、なんと、まだあと5日間あるんですけれども、もう1000万ドルを超える出資金を集めてしまって大成功状態と、あと、予約分ですよね、この出資者に対して与えられる分の、ペブルはもうすでに売り切れ状態だということで、すごいな。これから欲しい人は、もう製品版、9月ぐらい、9月以降かな、に出る、製品版を買わなきゃいけないってやつですね。これ、このまま動画を映すと動くのかしら？動いてますか？動いてます。はい。動いてますか？はい、他は見えないんですよ、ね、はい、画面が。え？はい。あ、いや、僕の方なんか、うまく画面共有ができてなくて。あら。とても悲しい感じです。あら、画面共有が見えてないですか？はい。バグですね。バグですね。はい。ペブルって何かって言いますと、はい、スマートフォンとつなぐ Bluetooth の腕時計になっていまして、腕時計の方から、例えばランキーパーのデータを見ることができるとか、天気を見ることができるといったように、はい、スマートフォンをいちいち取り出さなくてもいいデバイス。というと、なんか、ものすごく、なんか、はい。奈落な製品ですよね、なんかこれ。スマートフォンぐらい取り出せよっていう。あ、まあ、わからんではないですけどね、彼は。でも、なんだろう。あれですよね、走ってる時とかに使うってことですよね。でしょうね、これは。走ってる時に、ポケットの中に入ってるランキーパーの端末として、ペブルを使ったりだとか、そういうことをするっていう。あと、これ自転車に取り付けたりなんかすることもできるので、こういう風な形で、Bluetooth のデバイスが、発売される。キックスターターって、出資されたことあります？ないですね。あ、ないですか？はい。やってみたいなと思いますけど。はい、やばい。それ、ハマりますよ。これ、本当にハマりますよ。4つか5つ今、出資してるものあるんですけど。はい。やっと、本当にハマっちゃって。はい、中には、結構あんまり良くない製品が送られてきたりなんかするものもあって、ここも含めて、面白いですね。キックスターターについてご存じない方のために、説明しておきますと、ちっちゃなこういう会社とかこういう企画を持っている方々が、その企画ビデオだとかウェブページだとかこういう企画書を持ち寄って、それで、このキックスターターというところで出資者を集めます。で、例えば10万ドルとか1万ドルとか、本当に少ないものだと1000ドルとか数百ドルといった出資金を、集めるんですけれども、その時に出資者に対して、例えば、100ドルくれた人にはこれをあげますよとか、例えばこのペブルの場合だと、150ドル出した人には必ずこの1台あげますよとか、ものによっては、例えば、金額が多い場合に、限定のカラーリングのやつをあげますよとか、そういう、特典を含めて、出資金を募ると。そして出資金が十分に集まれば、その製品が送られてきますよと。そういう仕組みになってます。で、実際この出資は、この全体の出資の目標が達成されて初めて、課金されるっていうものなので、ファンになりたいものがある場合には、どんどん、こういうふうに、出資していくという、そういう仕組みになっています。これ、あれですよね、ものづくりに、結構やってる日本でも、こういうのはあると、いいですよね、いいですね。この間、iPhone で巻き尺ってあれでも、ありましたね。やってましたよね。あれも実は、そういう出資を集めて実現するっていうタイプのものです。もう一つガジェット系っていうか、あれです。ハードウェア系の話題なんですけれども、特にこれ、北さんあたりが、おおってなるかもしれないなと思うんですけれども、アップルが799ドルの MacBook を予定しているかもしれないっていうこのニュースですよね。いやー、799ドルって言ったらこれもうなんか本当にラーメンのように売れていくんじゃないかなって気がするんですけれども。MacBook Air を最近あれですよね、北さんはもう専属で使ってるんですよね、はい、これ。もうはい、自分のメインマシンで使ってます。やっぱりもう圧倒的に早いですか？はい、サンディブリッジになってから、やたらに早くなったみたいで、もともと2010年のミッドモデルの MacBook Pro を使ってたんですけど、はい、2011年のミッドモデルの MacBook Air の方が 1.5 倍ぐらい性能が良くて、やっぱり。はい、もう全然違います。Evernote のサクサク感が違ったんで。
おー。はい。で、まあちょっと時間はかかったんですけど、メインを AI に徐々に移していって、今は AI 一本でやってます。SSD で動かしてるんですか？ SSD です。はい。各有このマシンもですね、はい、プレショーの時にデスクトップの iMac で、Google Plus のこの Hangouts オンエアを始めたらですね、凍りまして、で、MacBook Air の方に移動したら、今このような状態で収録ができているというところです、はい。やっぱ何かね、魔法があるんですよね、これは。なんかね、なんかすごいもの。はい、で、799ドルってこの値付け。はい。これが、すごいですね。すごい。な教育部門をこれ席巻するつもりですよね、明らかに。そうですよね。これで学校に1台ね、1人の子供に1台ずつあったりなんかしたら、もう大変なことになるわけで。いやウルトラブックが、Windows の新しいバージョンが来るまで、はい、なかなか売れないでしょうから、それを考えると、その前に先手を打ってくるんだろうなっていう。まあ、ジョブスが言おうといなかろうと、もう あらゆる手を打ってくる会社なんだなってことがよくわかりますね。いや、この人さんは Mac 使われてるんですか？はい、これ今 MacBook Air です。MacBook Air ですか？なんとなく Windows っていう雰囲気があったんですけど。はい、まあ、昔はバイオを使ってたんですけど、はい、もう、一時期両方使ってて、最終的には MacBook Air になってますね。ライフハッカー、Mac 率っていうか侵食率すごいですね。そうですね。いや、いっぺん使ってしまうと、もうなんか、あえて戻ろうという気持ちにはなりにくいですね。いやー、長い歴史を思い出すと、むしろ Mac 使い始めたけどよくわかんなかったよって戻っていかれる方が多かった時代が長かったので、そのセリフすごい嬉しいですね。なんかそういう時代も、出てきたんですね、という。まあ、クラウドがメインになってきたので、Mac でも Windows でも変わんないっていうのが多分、本当のところなんだと思うんですね。ああ、なるほど。正直。データはもう全部クラウドの方に置いてあるので、はい、そんなの別に関係ないよと。関係ないですね。まあ、あとは、最近だと、やっぱり、まあ、Mac というか iPhone のせいなのかな、せいというかおかげというか。まあ、それもあるでしょうね。iPhone 使ってると Mac の方が親和性が高くなったのでっていうので、まあ、はい、僕、iPhone から入ったので、1年ぐらいして遅れて Mac を買って、やっぱり、その方がすごい楽しくなり、もう、毎日が楽しくなりましたね。そうすると、このニュースがね、聞いてくると思うんですよ。これ、今日の最後のニュースにしたいと思いますけれども、Apple が、iCloud に、はい、ノートとリマインダーも、加えてきますと。iOS 6から、ノートと、リマインダーも追加されるようになりますと。まあ、着実に手を打ってる感じですよね。で、これでマウンテンライオン、次の MacOS 10で、ドキュメントオンエア、要するに iCloud のドキュメントが完全に双方向で同期するようになれると、まあ、何が起こるのか。何が起こるのかって言ったら多分、もう Mac の方で、Mac の方で、ドキュメントを編集すると、もうそれが瞬時に、iPhone の方にも行ってるし、iPhone の方でちょろちょろっとここの文言だけ変えたら、そのが iPad でも見れるし、Mac の方でも見れるしっていう形で完全に同期しているという、そういう世界が生まれるわけで、これは完全にアンチ Google の世界ですよね。要するに。まあそうですね。はい。皆さん Google ドック使ってます？ Google ドック。アカウントは持ってますけど、あんまりメインで使うことは少ないですね。北さんなんかどうですか？僕はイベントやるじゃないですか。長距離博研究会とか、はい、ああいうのの中でそのドキュメントをシェアするときには Google ドックスを使う。そうですね。共有するときはやっぱり便利ですけどね。やっぱり共有の Google、手元の Mac みたいな感じですよね。そうですね。これどっちがどっちに勝っていくのかってこれ面白いですよね。手元、やっぱりドキュメント作るときって手元で自分で操作したいわけですけれども、でもこれがね、そこから外に出ていく方に軍配が上がるのか。はい、はい、なんでしょう。はい、なんかちょっと思ったのは、やっぱり Apple が今回 iCloud でうまかったなと思ったのが、なんて言ったらいいのかな。サードパーティーにも iCloud の仕組みを開放したじゃないですか。ああ、はい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 。僕最初 iCloud 出てきた時に、Apple が囲い込むのかなと思ってたんです。自社製品というか、うん、iWork とかでしか使えないとか、うん、まあその純正アプリしか使えないのかなと思ってたら、そうじゃなくて、意外にサードパーティーにも開放したので、あ、なんかそれなら結構これからもっと面白いことが起きていったりとか、
Apple の製品のデータを別の全く違う会社の製品で使えるようになるとか、うんうんうん、そういうのが来たら、なんか、その、今までちょっと Apple って垂直統合ってイメージだったんですけど、もっとこう、水平な感じでこう、広がりが出てくるのかなと思って、それがちょっと iCloud が出てきて、しばらく使ってみた感覚、感想というか、なんか楽しみに思っている部分ですね。なるほどね。で、ここに、この間からの Google ドライブの話だとか、Dropbox の話を混ぜてみると、Dropbox はデータを完全に押さえていると。Google ドライブの方は、Google ドキュメントとか、その、ネットの側から入っていく方の人間、つまりシェアの部分を完全に押さえていると。Mac とかは、デバイスを抑えてると。みんな入り口が違うんだけれども、結局のところみんながどこに向かって情報をやり取りしていくのかって、このトラフィックをみんなで、うん、争っていると、うん。で、最終的に勝つのは誰か。で、両方とも勝てばいいと思ってるドロップボックスと私有を消ししようとしている、バーサス、Google。うん、いや、うん、これはこの数年で何か大きなことが起こりそうですよね。うん、まあ、ユーザーとしては対決がずっと続いてる方がいいはずですけどね、本来は。うん、そうですね。その方がね、イノベーションが続いてくれて、どん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 便利になるわけでね。はい。はい。ということで、他にもいろいろ話題は用意していたんですけれども、だんだんこういう、時間で、やってると、まあ、喋ってる方が面白いですからね。話題が、喋りきれないのは仕方がないとしまして、最後に、お二方を、ゲストにお迎えしてましたので、ぜひちょっとこちらの方の紹介もしていただきたいと思います。こちら、見えてますかね。仕事の手帳術の、倉下さんと北さん二人の、協調での本ですけれども、はい、こちら、どちらに、あれ？はい、今、書斎が遠いので。どうし、北さん。どうし、北さん。持ってくの忘れた。あらららららら。じゃあ、罰ゲームとしまして、北さんにこの本の紹介をしていただきたい。よろしくお願いします。はい、これ、どんな本なんですか？まあ、そもそもがこの本は、ほぼ日カズンという手帳は僕もクラスさんも使っていて、で、あれですよね、多分クラスさんも僕も一番最初にお知り合いになったきっかけっていうのが、このほぼ日カズンっていう手帳の記事をお互い上げ合っていて、多分この人面白いみたいな感じで、お互いを知ったっていう感じだったんですね。で、まあ、多分、Google で検索しても僕らのブログ記事が相当数出てくると思うんですけれども、まあ、そういった中で僕らがずっとほぼ日カズンをまあ愛して使い続けてきた、数年、まあ、3、4年ぐらい使ってたんですけども、まあ、その、まあ、使い方をギュッと一冊にまとめましたみたいな本です。うん、で、ポイントはあれですね。やっぱり手帳術なんだけど、手帳だけじゃなくて、ちゃんとクラウド、今の時代によってクラウドと手帳をどういうふうに使い分けていくかとか、まあ、あとは単純に手帳を使って楽しいじゃなくて、ちゃんと、例えば僕の場合だったらビジネスで使うときにこういう使い方をしたらいいよみたいな、まあ、具体的なビジネスシーンでの使い方を書いてみたりとか、クラストさんだったら、まあ、もうちょっとこう毎日のライフログを取っていって、まあ、自分の人生を豊かにするっていう方向で書いていたりとかっていう、まあ、そんなちょっと毛色の違う二人の手帳の使い方が一冊にまとまっているっていう意味で、まあ、個人的にはなかなか手帳好きにはとても面白い本なんじゃないかなと思っております。はい。ありがとうございます。クラストさん、何か付け加えることありますか？もう何も完璧でした。もう素晴らしい。あれですね。クラス仕事の 手帳術、これ、著者から、検本でいただいたんですけれども、ボリューム、このね、分厚さの中に、コンテンツありすぎて、まだ読み切れてないです。しかも、難しいのが、難しいっていうのはこれ別に、理解しづらいっていうんじゃなくて、実践しながらやらなきゃいけない本なんですよね。パッとね、書評書けないですよ、これは。これは、実践しながら、これ、吟味しないといけないものなので、これ、何を意味してるか分かんないぞって言って、手を動かしてみたら、やっと分かったりとか、結構時間がかかってます、また読むのに。ただ、よく、ほぼ日って結構、1ページが自由だったりするので、こう、どういう埋め方をするといいのかっていうヒントがあったり、そういうのが、たくさん、とにかく写真が多い。一冊になってますので、手帳術とかが大好きな方は、ぜひ一度読んでいただけるとよろしいのではないかと思います。ということで、ゲストの皆さんのご紹介をして、終わりにしたいと思います。倉下さんを、探すには、
どちらで探せばいいんでしょうか。まあ、R スタイルで検索していただいたら、上の方から3つ目ぐらいに出てくるかなと。ブログ R スタイルと、はい、ツイッターの方では、ラシタ2ですね。ラシタ2というアカウントで、つぶやいておられます。あと、北さんを探す場合には、はい、どちらで探せばよろしいんでしょうか。ハックスフォークリエイティブライフっていうブログ名長いので、はい。多分北深夜で検索してもらうのが多分一番短い。世界に一人しかいない北深夜ということで。北深夜で有名な人が他にいないんで。ないですか？いいのかよ、僕が。ないんですか？はい。まあ、あとツイッターの方が多分ベック1240っていう、これはもう絶対世界に一人しかいないので。この数字が覚えにくいんですけども、まあ、やっと最近覚えました。はい。ので、お二人のことも、ブログの方でフォローしていただければと思います。ちょっと今回、ライブショーを第1回目ですけれども、はい、これからも、お二人にご協力いただけるものなら、協力いただいたり、他のゲストの方もお呼びしたりしながら、あるいはゲストが呼べないときには僕一人で、カメラの前で、そこそと、なので、時々付き合ってください。はい、喜んで。はい、今度チャットで横からこう、はい、チャチャを入れようかな。はい、ぜひぜひ。まあ、はい、なんか続けていけば何か面白いことがあるんじゃないかなと思って、はい、続けていくうちにだんだん上手になるだろうと思いながら、はい、やっています。こう、ビデオブロガーとかだと、うん、ね、本当にすごい上手な人とかいらっしゃいますけど、僕はそういう経験とか一切ないので、はい、やりながら、覚えていければなと思っています。というところで、今回の、ライブショーは、おしまいにしたいと思います。それでは、ハッピーライフハッキング。ハッピーライフ。間がわからなかった。